ばんは。よし、皆さんこんばんは。ヤッホーです。公演もありがとうございました。今日はリップ塗ろう。今日は愛のホログラムをしました。ハートありがとう。愛のホログラム、やほやほ。愛のホログラムが復活しまして、復活しまして、愛のホログラムをしましたね。ドカンドカン、そうドカンドカンと、はい。はい、あ、生誕ティーではございません。いる一緒だけど、ドカンドカンと I love you、 ありがとう。はい、もうできました。だるまありがとう、くまちゃんありがとう、ハートとお花もありがとう。そうなんです、アズクルッピーでチーム E 初めてで、これで3人で3公演全部出れました。ややっこい。ね、ラバーバンドつけてくださってる方もたくさんいて嬉しいです。ありがとうございます。いつもね、今年の生誕、まあ、まだなんですけど、くじどうしようかな。だるまありがとう。そう、3人で制覇しました。めでたしめでたし。ハートありがとう。そうです、ドンさんのポジションをさせていただきました。初ではないんですよね、2回目とかで確か。でも本当に慣れてないポジションだったので、もうほぼシンポジみたいな感覚だったんですけど、だからすごく緊張しました。はい。でもなんか毎回昇格が決まってからは結構なスパンです出させてもらってた。かわいい。
結構なスパンでね、最近は出演させていただいてるので期間が短いんですけど、それまでは1ヶ月に1回あるかないかみたいな感じなんですね。だから3回前とかでも結構久しぶりな感じするから、ドン散歩時は結構久しぶりでした。でもなんかやっぱり一番難しい気がする。私的に一番難しいのはこの公演、なんて言うんだろう、あのコツをっていう、なんて言ったらいいかな、シンポジオを覚えるのが一番大変な公演な気がする、この公演。難しいけど S と K2 もでも難しい難しいです。ハートありがとう。何ポジできるん、いいわ。でも3かな、炎の3ポジとドン3ポジとミレイさんのポジションだよね確か そうなんだよね。 S はもうなんか体力体力、まあでもなんか一番回数出させてもらってるから、まあな、まあまあ、なんて言うんだろう、あ、めっちゃ難しいってならないのかな。え、難しいんだけどね難しいんだけど回数出てるから多分まだまだまだ、まね、時間がない公演はもうなんて言うんだろう、その、ま、S もめっちゃ揃ってるからそれに揃えなきゃっていう、もう初め、一番初めはもう揃えなきゃ、私がずれちゃったらっていう思考だったから、それも難しかったんだけど、 K2 も K2 で割と揃えるっていうか、なんて言うんだろう、なんかもう異形とかハートブレイカーとか、なんか芸術みたいな感じの、あのあるじゃないですか、演出が。だからそれが難しかったですね。慣れないと難しい、まあ、別に慣れてるわけじゃないんですけど、回数出てた方がちょっと心の余裕はあるって感じE は、 E はね、どう難しいかな、なんか立ち位置が多いのかな、わかんないけど、まあそんな変わんないか、難しいですでもなんか結構なんか制服の目とかもそうなんですけど、割と私頭飾りを制服の目は取れることが多くて、でなんか最近はもう頑丈に、もうめちゃくちゃ頑丈につけてもらうんですけど、メイクさんに、自分の中では割とってか結構全力なんですね。まあそれは毎回でもなんか結構涼しそうに見えるみたいな
言われること多くて、でこの前メイクさんにも、あのめっちゃもうめっちゃ頑丈につけてもらうようにお願いして、でもなんかいつも涼しそうに踊ってるよねみたいな、なんて言うんだろう、なんかめっちゃね、多分踊り方もあるのかな、なんて言うんだろう、まあいろんな踊り方あるけど多分涼しそうに見えるのかな、いつも涼しそうだよねみたいな、もうめっちゃ暑いんですよ私は、だからあ本当ですかみたいな、でも涼しそうに見せるならいいかってなりましたね。涼しそうなのかな私って、どうなんだろう。数的にポジションの数ですか、 K2 です確かに、取れるかな、ソル君取りたい I love you、 ありがとう。確かに歌詞ね、 ES だったり書く、もうね、もう言えないもん最低賃金相当安いし、言えないよねあれ、難しい、価値観古かったりするけれどすごい、ないないない、え、そうなんだよね、え、3月から25回出てるんだ、今何月、5月、でもねこれからね公演の数もね減るのかなって思うとちょっと寂しいですね、それはそれで。確かにポジションで全然違うわ、確かにそうかも、言ってることが全然違うもんね、確かに確かに そうなんだよね、髪飾りね、なんかピンクの衣装の時、あのジェラシー、ダウト、仲間の歌の時の頭飾りも私2回ぐらい撮れてたことあって、でカチューシャ、アンコールのカチューシャも撮れたことあってで1回実は思い出以上の帽子で危機を感じてたこともあってやばいかもって思いながら踊ってたりしたこともあったんですけど、意外とね、あ、なんか落としたね、ソル君。大丈夫だよ。大丈夫。なんか落としたけど大丈夫。今のご公演でクルミン的難しい順をぜひ。難しい順。簡単だから悪いとかじゃなくて、私的に難しいなって思う。だから簡単なのも、簡単、別に簡単じゃないけどあの、まあ、あの、なんていうの、普通にね、難しい順、全部楽しいですよ、全部楽しい。なんだろう、今からシンポジを公演で覚えるってなって、いい
なんか生育の目はさ1個しかしてないからさ、そのなんていうの、もうここで定着しちゃってるか、なんて言うんだろう、それ以外がわからないわからないから、ちょっと それが難しいポイントではあるから、ES 整形 K2 整形の目、鉄なとかかな、整形の目がわからないどこに入るかわからないけどとかかな、個人的難しいランキング。表情余裕ありそうな感じ、余裕ありそうな感じある。制服の目中盤もアンコールも髪飾り取れた時くるみんすごいってなった。そうなんだよね、取れてたよね私やばいと思って、そうカチューシャ取れちゃったんだよね。汗、私汗かかないんだよね、もともと。もうちっちゃい頃なんかもっとかかなくて、今よりこれでもだいぶかくようになって、クールビューティー、あ、クールビューティーってことで、ありがとうございます無駄に動かしてないのは好み、動かしてないのかな、なんかさめっちゃ自分の中では全力で踊ってるからさ全くわからないね、声出していこうぜ、であずくるっぴー3人並んだの眠かったね、練習しながら思ってた、え、もしかしてここ3人に並ぶんじゃないってじゃあ横に2人いたから嬉しかったですね。あと S 出た時はあのとかも並ぶ時があって、いつも心の中でおーおーおーってなってるみんな見てって思ってる。くるみさんのパフォーマンスが好きです。これはこれってくるみさんが好きってことかな。そうだと思いますありがとう、パフォーマンスから入ってくれて優勝ありがとう、ハートありがとう。なんか涼しそうってか、なんて言うんだろうね、そうなんか涼しそう、チーム員の先輩たちは優しいですか。あ、もう本当にとっても優しくて、後でメールで送るってしてたんですけど、今日なんかポジションによってやっぱりなんかよく会う方とかも違うんですけど、で今日は特に大川さんとなんかとなんなんか近くなることがいつもより多くて、いつも優しいんですけど今日はたくさん目があったり、実はなんかハート、指ハート作ってたりとかいっぱいしてくださったのが嬉しかったです。本当に優しい。あとは今日は待機してたんです、裏で自分の出番が来るまで。じゃあ里加穂さんがあの袖にはけてきた時にあのはけてくると思わなくて、まあ、はけてくる方がいるのは分かってたんですけど、里加穂さんが来るっていうのは知らなく分かってなくて、私であの待機してたら加穂さんがハート作ってハート作ってあの移動されてて、裏で見やられましたまさかすぎて嬉しかったです。あとは何かあったかな、絶対向こう何かあったんですよね、めっちゃ話したいって思って。何だったかな、今日ね、今日はあとカイニャンさんがあのミュウさんがいつも今日のバブって言ってあげてくださってるじゃないですか、だから
それしたいんだよねって言ってくださって、撮ってくださってたのが多分上がってましたので見てください。よろしくお願いします。強制です皆さん見てください。よろしくお願いします。あのピンクの衣装大好きね。私もこれ私がやるとき何色着るんだろうと思って、なんか青を当てはめられることが多いから青なのかなって思ってたら、まさかのピンクが来て嬉しかったんですよね。クリームは好き。あれそのダブルドレストレしたのが制服の目デビューだった。なんかごめんね、アクセサリー2つも取れててそれだけ全力、まあいつも全力ですけど全力だったってことですね。そうなんですよね、あのソルってチワワが入ってる、トイプードル入ってる、どっちだったかな、どっちも入ってるんですけど、チワワかトイプードルってなんか番犬じゃないけどなんかね、守るみたいなのがなんか強いんだよね確かだから敏感です。ソルくんの鳴き声にうちの犬が反応した。なんかごめんね、大丈夫かな ラムネやってみたいんですよね私。他の声もねいろいろしてみたいですね。シアターの女神かな、この前私が見てたやつあのトンカチとか持ってるやつトンカチとか持ってるやつショルくん大丈夫だよ。起きてきちゃった。ショルくん大丈夫だよ。そう、私って汗かきにくいんですよね、もともと。これでもだいぶかけるようになった。そう、S の3人並びありましたね。てかもう55分なんだけど早い。お、12日のツーショットで初めまして確定しました。ありがとうございます。12日お待ちしてますねしてみたいユニット、なんだろう。でもちょっと私もまだわからないので本当にわからないから何になるのかなってあのドキドキしてる最中でございますそう、かわいいお話です今日のそうなんだよね、ルーズコントロールも、そうルーズコントロールシンポジだったんですよ私、あれあれシンポジだったんですよ。だからすごい緊張しました。待って、ちょっとランキング読みたい自分の、間違えた、ランキング読みたい。あ、チワワか、そうチワワが入ってるからちょっと飼い主を守るぞ的なのが強いんだよねシアターか、シアター見てたんですこの前。ちょっといろいろ見たいな。ナイスミーチュー。でくるみ出てきた、殴り自信あるあれ本当に歌詞が素敵すぎる。ハンマーか、ハンマーか、トンカチじゃないか勇気のハンマーね。フィンランドミラクルも懐かしいっていうか、本当にランキング読みたいと思います
とそろそろね、そろそろちょっとランキング見ますね。ではでは、惜しいしか勝たん、ありがとうございます。ではランキング読んでいきます。いきます。13位、アヒルちゃん、ひよこちゃん、どっちだろう、アヒル、ひよこか、あ、変わっちゃった、ありがとうございます13位、3、ありがとうございます。13位、おめでとう、ありがとうございます。ちょっと駆け足になっちゃうかもしれません、ごめんなさい。いきます。12位、バスケットボールを持った方、ありがとうございます。12位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして11位、織姫さん、ありがとうございます。11位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして10位、 M の旗を持った猫ちゃん、ありがとうございます。10位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして9位、ふんふん、ありがとう。9位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして8位、3、ありがとうございます。8位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして7位、ワンちゃん、ありがとうございます。ワンちゃん7位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして6位、ギャルなワンちゃん、ありがとうございます。6位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして5位、ふんさん、ありがとうございます。5位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして4位、はにわさん、ありがとうございます。はにわさん4位、おめでとう、ありがとうございました、ありがとう3位、くろみちゃん、ありがとうございます。くろみちゃん3位、おめでとう、ありがとうございます、いける、ありがとうございます。そして2位、ねこちゃん、ありがとうございます。ねこちゃん2位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして1位、ふんふんふん、3、ありがとうございます。1位、おめでとう、ありがとうございます。ごめんね、駆け足になっちゃった。皆さん今日の公演もありがとうございました。今日も一日ありがとうございましたお疲れ様でした分かんなくなっちゃった。では皆さん、おやすみなさい。急いじゃってごめんね、ありがとうございました。